こんにちは、まいちゃんのまいはるです。今日は、なんだっけ、銚子セレクト市場だって。銚子セレクト市場に来ています。はい。で、これ。これは、醤油ソフトクリーム。醤油ソフトクリーム。なぜかの、醤油とソフトクリームのコラボレーションだね。コラボレーションというか、合体しちゃったやつだね。山さんの醤油だったよ。山さんの醤油が、うん、もう溶け始めてきたから食べちゃった方がいいんじゃない？食べてみます。食べてみます。はい。ついた。どう？醤油の味しねー。しない？しない？うまいよ。ちょっとパパン食べさせて。うまいうまい。うまい。醤油の味しない。そう、溶けてきちゃった、危ない、これしないような、するような、どっちかわかんない。あ、しないね、なんか、うん、なんとなくチョコっぽい味だね。うん、チョコっぽいというか、なんか、すごいうまくて。これ、本当に醤油ソフトって言ったよね、姉ちゃん。醤油ソフトだもんね、言ったよ。するじゃん、入れた瞬間しょ？する？しないよね。入れた瞬間に、後味はミルクなんだよ。でも、入れた瞬間のもうどんだけ、どんだけ味わってきたんだけど、味わんちだからしょうがないね。なんか入れとってたさ、コーヒーアイスみたいな、そういう味。そっかそっか。はい、今回は銚子セレクト市場で醤油ソフトクリームを食べてみました。美味しかったですか？美味しかったです。そうですか。まあ、超絶美味しかったです。そっか。なんかね、味わんちなので全然コーヒー味がしました。なんかすごいうまいコーヒー味がしました。そうですか。超美味しかったです。はいはい、はい、ということで今回以上になります。バイバイ。バイバイ。すごい、ね、噛んでたけど、すげえ噛んでた。